お疲れ様です。地域の希望は秋田県が全国最下位という文字が先日地元紙のトップに掲載されてございました。民間のシンクタンクが全国の18歳以上の男女に、10年後のあなたの地域は明るいか、地域の未来を良くすることは可能か、地域の課題に対処は可能か、10年後の地域を考えたとき、どんな気持ちになるか、などの質問を行った結果、秋田県への希望は全国最下位だったというものでございます。皆様はこの記事をどう受け取ったのでしょうか。やっぱりか、とか、大都会と田舎では事情が違う、などと諦めながら見たのでしょうか。私はこの地域の未来を諦めるつもりはございません。横手市には可能性を作ることができると考えております。人口減少対策への有効な処方箋は簡単には見つかりません。そのため先日もお伝えしましたとおり、出会いを見つけてもらうためのさまざまな施策を打ち出しました。産み育てる環境の整備にもさらに踏み込んでいきたいと考えております。人生100年時代を迎えた今、市民の皆様には未来を担う子どもたちを支え、地域を引っ張っていただくとともに、未来を見つめてもらいたいと考えます。そのために働く場の確保はもちろん、外貨を獲得することも可能な大型公共施設を整備しております。さらにインバウンド需要が拡大する今、交通の不便さを解消するため、秋田空港と横手市を結ぶ独自のミニシャトルバス、秋田空港横手ウェルカムシャトル、通称横手ワープを7月18日から運行することにいたしました。秋田空港と横手市間を燃料費や高速代の実費相当分として、片道1人当たり300円の料金をいただいて送迎する、全国でも前例のないこうした先駆的な実証実験は、横手市が諦めないという強い姿勢を示したものでございます。日本国内のインバウンド需要が最も拡大すると見込まれている来年の大阪・関西万博に向け、横手市ではこうした準備をしっかりと整えてまいりたいと考えております。以上でございます。